軽井沢高原文庫軽井沢ダリア線は長野県北作郡軽井沢町にある企業運営によるレジャー施設。1961年、和紙穴用水から水を引き込み、地元住民の手により中の島を有する人造湖塩沢湖が造成された。塩沢湖はアイススケート場として使用されていたが、湖周辺が整備され、1971年には、 塩沢遊園が開園した。その後レジャー施設が作られ、1983年には塩沢湖レイクランドに改称。1986年のリニューアルを経て施設を拡充し、1996年に総合レクリエーション施設、軽井沢タリア線となった。敷地は約10万平方メートル。塩沢湖の湖畔にボートなどの遊具施設、イングリッシュローズガーデン。 美術館、レストランなどを設営。遊歩道を巡らせた広大なレクリエーションゾーンである。また、狩り沢の歴史的建造物を移築しており、それらを見学できる。タリアセンとは、建築家ライトが主催する、共同生活を軸とする創造的集落の名前であり、もともとは古代ウェールズの詩人の名前である。直訳すると、輝く学の意。塩沢遊園当時は、 周囲は無料の公園であり、湖畔自体はあまり手が入っておらず、各施設ごとに料金を取っていた。塩沢湖レイクランドとなってからはゲートが作られ、全体についての入園料を要する。湖にはアヒルやコイなどが放され、湖畔も人工的に整備されている。塩沢湖が造成される以前、一帯は、 泥川沿いに水田が広がる農地であり、和紙穴用水も農業用水であった。軽井沢タリア船内や周囲には、多くの樹木があるが、原生林というわけではなく、湖造成後に植樹されたものも多い。深沢紅子屋の花美術館ゲート街ゲート内、ペーネ美術館ネムバトソウ施設の説明には、タリア船とは直訳すれば、ウェールズ語で、輝ける額という意味です。 元々の語源は、ケルト神話に由来し、知恵者であり、芸術を司る妖精、タリエ神から、と言われていますとある。軽井沢タリア戦とは、軽井沢タリア戦軽井沢タリア戦、軽井沢高原文庫。ありがとうございます。